私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニナマルと暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。今日は夫も私も仕事が休みで家でのんびりしていたんだけど、突然夫の友人から助けてほしいと連絡が来たんだ。なんでも過労で倒れて入院になったものの、手にはスマホしかないし身の回りのものを用意することができないってことだったんだよね。入院したのが夫の働いている病院ということもあり、夫はすぐに病院へ。それにしても奥さんは専業主婦だったはず。どうしたんだろう。水木さん、本当に申し訳ありません。せっかくの休日、ご家族でゆっくり過ごされていたことでしょう。いやいや、何言ってるんですか。いつきさんも大変でしたね。過労だったんですよね。恥ずかしながら体力がないものでして。あ、大地さん、今さっき家に帰ると病室を出て行きました。あの人慌ててスマホを置いていったんですよね。教えてくださってありがとうございます。いえいえ、そんな、本当に良かったです。出先で倒れてしまったんですけど、その時に財布落としたみたいで。まあといってもクレジットカードとか持ち歩かない主義なので、数万しか入ってなかったんですけどね。それでも一文なしで入院なんて本当に焦りましたから、本当に本当に助かりました。奥様とは連絡が取れそうですか。いや、それが。いつき夫婦の LINE。 え、何入院って。じゃあ今月の収入どうなるの。あんたフリーランスなんだからさ、働かなきゃ収入ゼロでしょ。しばらくは貯金があるだろ。そんなのないから。いやいや、何言ってるんだよ。だって今日から私とマリア海外旅行だし、韓国旅行に行くことにしたの。は？お前あれほど言っただろ、大きい金を勝手に使うんじゃないって。何それ、最低じゃない。もしかして自分一人で稼いでるとか、そんなこと思っちゃってる系じゃないよね。誰が稼ごうが夫婦のお金なんだから自由に使う権利があるの。いやいや、そういう問題じゃなくてな、俺がどれだけ稼いでも聖子が散財してたらどうにもならないだろ。マリアは大学生になったけど下に双子がいるんだぞ。これから大学進学までまた金がかかるし。え、なんで大学進学させるの。てか学資保険もう解約したから無理だよ。は？な、何考えてるんだよ。だって長女のマリアちゃんが大学に進学したんだし、うちはもうそれでいいでしょ。それに男なんだから大学行かなくてもよくない。な、は？じゃあ韓国楽しんでくるから、じゃあね。あの後家に帰ってきた夫から話を聞いて私は絶句。もともと奥さんの聖子さんは長女のマリアちゃんだけを可愛がり、二人はまるでピーナッツ親子みたいになっていたんだってさ。以前から金遣いが荒かったり家事をしなかったりと問題はあったけど、子供全員が社会人になるまではと、いつきさんは離婚を我慢。でも長女が大学生になってはっちゃけるようになって、ピーナッツ親子だからか、聖子さんまでもがはっちゃけ、お金を使い込み夜は娘の飲み会に一緒に行ったりとめちゃくちゃだったんだ。結局仕事や家事で忙しかったいつきさんが過労で入院することになってしまったというわけ。今聖子さんとマリアちゃんは韓国旅行だってさ。さすがにありえなさすぎるでしょう。アニョハセヨー。いやー、韓国よかったわ。プチ整形までしちゃったの。親子二人で韓国旅行最高。あんた過労で入院してたんだっけ。もう退院したよね。家片付けてあるんでしょうね。ふざけんな、離婚だ離婚。え、いや離婚って何言ってるの。双子が社会人になるまでは離婚しないって言ってたでしょ。だからそうやって調子に乗ってるんだよな。でももう俺も我慢の限界だ。え、かわいそう。父子家庭とかになったら双子ますます就職率が落ちるんじゃないの。父子家庭って、自分が双子を引き取るって気持ちは全然ないんだな。そんなのあるわけないでしょ。だって私の子供はマリアちゃんだけで十分だし、下の子を欲しがったのは聖子だろ。本当はマリアちゃんと可愛い妹と三姉妹みたいにして毎日楽しく暮らしたかったんだけどね。まさか男とは。知ってる？子供の性別って男側の要素で決まるんだって。あんたって本当にボンクラだよね。私が女の子欲しがってるの知ってるのに男妊娠させるなんてさ。お前な。さて疲れたし家に帰ろうっと。旅行前部屋ぐちゃぐちゃのままにしていったけど、
ちゃんと綺麗にしてるんでしょうね。あれ？なんだ綺麗じゃん。玄関前の廊下にジュースこぼしちゃったけど綺麗になってるし、キッチンも綺麗でリビングも？キャー！な、何よ？なんで両家の両親がいるのよ。逃げるな。というか逃げられないからな。ちょっと何？なんで家の前にたくさん人がいるの？しかもなんかみんなマッチョな感じで怖いし、誰よこいつら。知り合いに来てもらった。もう逃げられない。分かったか？離婚だ離婚。当然だけど家計の使い込みやら慰謝料やらもきっちり払ってもらう。あと双子はまだ中学生なんだから養育費も請求するからな。もう絶対に許さない。家計を使い込んで子供たちを贔屓し、長女の友達関係に入り込み勝手に金を使って韓国旅行だ。そんなの許されるわけがないだろうが。だからといってなんで両親たちがいるのよ。もう俺の中では離婚は決定事項だからだよ。あとお前若い男と遊んだりしてるよな。その証拠も持ってる。違うの。彼はホストなの。ホストごときで不倫なんて。そう、ホストごときなんだよな。ホストに少し貢いでることが霞んじゃうくらいに他のことがひどいんだ。とりあえずこれから離婚の話し合いだ。待ってよ。お金なんて払えないし、私専業主婦なんだよ。マリアちゃんとどうやって暮らしていくの。そんなのずるい、ひどい。あのな、聖子のご両親泣いて土下座までしたんだぞ。昔から何度叱っても聖子は一切話を聞いてくれなかったって。お母さんなんかもうおえつだよ。なんでなんだろうな。一族で聖子だけが。とにかく離婚することになるから、弁護士も入ってるからな。覚悟しろよ。そんなの嫌よ。いつきさん、ついに堪忍袋の尾が切れてしまったんだろうね。二人が韓国旅行に行っている間に両家の親に離婚すると話したみたい。以前からいずれ離婚になるだろうと思っていたらしく、離婚には大賛成してるってさ。聖子さんのご両親もひとまず旅行から帰ってきた二人を捕まえてそのまま実家に連行していったよ。聖子さんは学生時代からかなりわがままな性格で、妹たちに嫌がらせをするような子だったらしいんだけど、妹さんたちが今が好機とばかりに実家に戻ってくることに。おい、離婚ってどういうことだよ。大体離婚とか関係ねえし、お前親だろ。親のくせに子供のこと見捨てんのかよ、情けねえ。マリアが高校1年生の時に2年間だったな。俺が仕事でアメリカ行ったの。はあ、何、おっさん頭大丈夫？行くべきじゃなかった、後悔してる。それまではマリアは反抗的な態度はあったけど、下の双子と同じように育ってくれてた。こんな言葉遣いをする子じゃなかった。お前の教育が悪いんですけど。てか早く迎えに来いよ。ジジババの家何もないし。てかさ、ママが大学辞めろとか言ってるんだけど。マリアちゃんは可愛いから夜の仕事してねとか言ってさ。マリアも被害者なのは分かってる。俺が親としてダメなことも分かってる。でももう限界だ。父さんと母さんは離婚する。その後のことは母さんと決めなさい。いや無理だって。ちょっと今ママが大学に退学届出しに行くって。無理だって。こっちに来てから農業だの山の手伝いとかいろいろさせられてんの。逃げようとするとおばさんたちがギャーギャー騒いでさ、逃げられないのに。なんで？やだ、ママが腕掴んでくる。パパ助けてよ。みずきといつきのライン。みずきさん、妊娠中で大変でしょうに迷惑かけてすみません。久しぶりの手料理に息子たち大喜びです。本当に美味しいです。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。離婚やら引っ越しやらで相当大変だと聞いたので、それにそのおかずうちの義母や母からもらったものが大半なので。本当にありがたいです。おかげで離婚も成立しました。え、結構早かったですね。失礼ですが、もっと揉めるかと思っていました。元妻の妹さんたちがここぞとばかりに頑張ってくれまして、朝から晩までひたすら作業をさせて、逃げようとしたら捕まえて。妻はかなり太っていて体力もありませんからね。しぶしぶ作業をしている間に気力を失っていったみたいです。あの、マリアちゃんは今回のことを大学の友人たちに愚痴ったら、お前が悪いと非難されたと、だいたい親を飲み会に連れてくるな、気持ち悪いとか言われたらしく、もう大学には行けないと結局大学も辞めたそうです。そうなんですね。全ては私が妻を甘やかしたことが原因です。反省しています。あとはせめて下の双子たちがいい方向に進めるように頑張ろうと思います。
頑張ってくださいね。たまにうちの主人を貸しますので。ああ、それは助かります。ありがとうございます。その後、遅いよと突っ込みたいところだけど、聖子さんのご両親もようやく本気になったみたいだね。離婚した後は聖子さんとマリアちゃんを朝から晩まで働かせてるって。どうも近隣の農家さんのところに派遣したりもしてるみたい。というか親御さんはいまいちおっとりというか弱すぎる人たちで、実際には聖子さんの妹さんたちが復讐の機会だと張り切ってる感じかな。いつきさんのところには復縁したいと2人の写真と一緒に手紙が届いたらしいんだけど、たったの1ヶ月程度でげっそり痩せていたってさ。知らんけど、いつきさんの方はというと心機一転引っ越しをしてね、双子の息子さんたちと楽しそうにワイワイやってるよ。一時期は忙しくてコンビニ弁当ばかりだったみたいだけど、もともといつきさんも息子さんたちも結構料理や家事が得意なタイプで全く問題ないみたい。この間はうちの夫も遊びに行ってたよ。ちなみに、にゃにゃまるはこの双子ちゃんたちが大好き。また遊びに来てくれるといいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。